さんこんにちは、刺繍作家の堀内ゆきです。今日はこちらの文鳥刺繍したいと思います。動画の最後には今日使用した糸をご紹介しますので、よろしければぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。まずはトレーシングペーパーを使って布に図案を写していきます。はい、布に図案を写せました。続いて布に刺繍枠をはめます。刺繍枠の大きさは刺繍のモチーフの大きさに合わせて選びます。まずはピンク色のくちばしを作っていきます。糸を薄いピンク色に変えてグラデーションにしていきます。さらに薄いピンク色に変えてくちばしの先まで刺繍します。くちばしが出来上がりました。続いて濃いグレー色で顔を刺繍していきます。糸を一つ薄いグレー色に変えてグラデーションにします。グレー色の部分が埋まりました。続いてほっぺたに白い色を入れていきます。はい、ほっぺが出来上がりました。そしてグレー色で胸の部分を刺繍していきます。続いて背中の方にも色を入れていきます。次は羽に濃いグレー色を入れていきます。少し明るいグレー色に変えて羽をグラデーションにしていきます。そしてお腹に白い色を入れていきます。
はピンク色の足を刺繍していきます。ロールステッチという技法を使うのですが、まず軸となる1本を刺して、そこにぐるぐると糸を巻きつけていきます。すぐそばに針を落とします。そして先っぽに足を3本作ります。反対側の足も同じように作っていきます。はい、足が出来上がりました。最後に目の周りにピンク色を入れます。ここは一本取りで慎重に。周りにピンク色が入りました。それでは最後に刺し終わりの始末をして、はい、出来上がりました。文鳥の完成です。はい、それでは今日使用したものをご紹介していきます。まずは刺繍枠なんですけれども、今日使用したのはこちらです。こちらは直径が 7.5 センチの刺繍枠です。この刺繍枠、私が持っている中で一番小さいサイズのものなんですが、手芸店ではなくて雑貨店で実は見つけたんですね。手芸店では私は8センチまでしか見たことがなくて、 7.5 センチを見つけた時に、わー小さいと思って思わず購入してしまいました。小さいモチーフを作る時にすごくぴったりで重宝しています。そして刺繍糸は DMC さんの25番の糸を使用しました。まずはくちばしの部分なんですけれども、今日使用したのはこちらのピンク色3色です。一番濃い色から3712番、760番、761番を使用しました。そして続いてグレーの部分の糸なんですけれども、使用したのはこちらです。すいません、ちょっと使い古しててすごく見えづらいかもしれない。はい、グレーの4色を使いました。色番号は、010203-04 番です。はい、そして文鳥のほっぺたとお腹の白い部分にはこちらの白い糸を使用しました。こちらの色番号は3865番となっております。はい、それでは今日の動画は以上となります。皆さんご覧いただきありがとうございました。もしよろしければぜひ YouTube のチャンネル登録や評価などもお願いいたします。それでは皆さんとまた動画でお会いできるのを楽しみにしてます。皆さん、またです。さよなら。